皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ソソビョクチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。まあ、8月も中旬になりましてですね、まあ、毎日こう暑い日が続いてるんですけども、まあ大抵盆を過ぎると、まあ徐々にですね、ちょっと蒸し暑い寝苦しい夜も徐々にこう涼しくなってきて、まあ、ちょっとね秋の足音が聞こえてくるかなっていう感じになってくるわけですが、まだまだとにかく暑いですから、まあ、熱中症ですとか、そういうちょっとね体調崩さないように皆さん気をつけていただきたいと思うんですけれども、まあ、今回はですね、そのお盆絡まりの発掘の成果とですね、まあ、ちょっとクリーニングとかやっていきたいなと思うんですけれども、まあ、今回ですね、見つけた化石としましてはこちらなんですよね。まあ、この2つのピースになってますけども、これもう1個カーブしてるのと、これですね、ここにちょっと出っ張ってるところがあるかなと思うんですけども、これがまあまあどっちもこれアンモナイトの化石だとは思うんですが、まあ、特徴的にはですね、こっち、はい、この表面ですね、ちょっとピントが曲がらないんですけど、まあこの表面ですね、突起がこうボコボコボコとこう並んであるわけなんですね。で、まあ、この突起のあるアンモナイトでいきますと、まあ、去年の秋に取れた、まあ、ハイファントステラス、あのこのちょっとねこういうちっちゃいカーブしてるやつがあったわけなんですけど、まあ、それよりはかなりこう大きいものなので、ただこれ、まあ、こっちはまあハイファントステラスってわかるんですけど、こっちはまあこうパッと見あのいつも取れるような、まあ言うことなんか変わんないのかなとか思ったりしたんですけど、まあこれよく見るとこのまあこの6って言いますけどね、この筋、この筋の途中にちょっとこう少しこう高くなってるところがあるので、ただその言う分にはそういう特徴はちょっとねないので、もしかするとこっち、はい、このハイファントステラスのまあ、トゲのあるところなんですけど、トゲのあるところがちょっとこうロックが高くなる特徴があるので、もしかするとこの2つは、もしかするとこうつながってる同一個体なのかなという感じがするんですけど、まあ、パッと見これつながってるには見えないんですけど、おそらくはこれ、まあ、つながってるとすれば途中がちょっと切れちゃってる、まあ、あの去年のまあ標本みたいにちょっと途中がなくなっちゃってるのかなっては思うんですけど、うん、まあとりあえずこちら側、この、まあ、遊牧っぽく見えるやつですけど、まあこちら側にはこのこっち側にあるような突起が見えないのは、まあこのこれで言うならこっちの裏側がこう見えてるから、まあ、突起がないのかなという感じなんで、まあ、今日はですね、こっち側についてる、この辺についてるこの石を取ってみて、まあ、突起があるのかないのか、それで、こっちとつながるのかつながらないのかっていうのをね、ちょっと明らかにしてみたいと思います。はい。はい、というわけで、こちらの2つのピースがあるわけなんですけど、まあ、こちらのもうハイファントステラスと、まあ、およそわかる方は、まあ、埋まって、てたにしろ、まあこう多分カーブを描いてると思うので、まあそれにしても、まあ、ここの断面で終わっちゃう感じがするので、まあそれよりかはこっちですね、ちょっと大きくて、まあ、こっちの方がちょっとあのクリーニングの方が大変になるかなと思うんですけど、まあとにかくこっちにトゲがあるかどうか、あーですね、突起があるかどうかがちょっと気になるんで、まずはですねこの辺のやつを削り落として、突起のあるなしをね、ちょっと確認してみたいと思います。はい、というわけでこちらはですね、一応現地で、若干、クリーニングしてきたところなんですけど、まあ、この切りを使ってこの表面を若干こう削ってはあるんですけど、まあ、これが多分、まあ、こっちが上としてこっちが下だとしたら、まあ、その突起が見えてないんですよね、この下側は。なのでこのちょっと上に乗っかってる方の石を削って、突起のある石をちょっと確認したいというところですね。じゃあまずはこの辺ですね、この辺をちょっ
っとだけ削ってみたいと思います。はい、わかりますかね。この6ですね。この6が他よりちょっとこう高くなってるんですよね。この、はい。で、これがちょっとこう非常にこう薄く平たいんで、これクリーニング中にちょっと壊しちゃうかもしれないんですけど、まあ、そこはちょっとね慎重にクリーニングをしたいと思います。この個体のすぐ横にこう溝が切れたんで、まあ、ここら辺にですね、こう定期的にこう穴を開けていって、できればこっち側の塊を外しちゃいたいと思います。はい、まあ、うまくいけばいいんですけど、ちょっと下手するとこっちに影響が出ちゃうかもしれないんですけど、まあ、そこは慎重にやっていきましょう。はい、この化石のすぐそばにこうね、ひびが入って、おそらくこれ化石のところ接してるところだと思うんで、これがきれいに剥がれてくれるといいんですけどね。じゃあいきます。ほっと、はい、これを見る限り、まだちょっと突起が見えないんですよね。っていうことは、これは普通の有望なのかなっていうふうにも見えるんですけど、まあ、ちょっとこの辺隠れてるんで、まだちょっと断定はできませんけど、はい、まあ、もうちょっと削ってみましょうか。一応このフレアドリブの周りをですね、ちょっとクリーニングにしたんですけど、まあ、一応これひときわここが出っ張ってるの分かりますかね、これね。はい、で、他のところなんですけど、一応突起らしいものはこの辺にこう見えてるんですけど、もしかするとこれ、その化石になる段階で突起が削れたりしてる可能性もあるんですけど、あるいはこの地層の圧力の関係でこう潰れちゃったりとかして変形してる可能性もあるんで、まあこっちのね、まだ見えてないところをとにかく削ってみたいと思います。はい、とりあえずこう周りを削ってみて、一応突起があるかどうかを確認してたんですけど、こっち側ですね、この辺のちょっとグレーがかったところはもしかすると殻が剥がれちゃってないかもしれないですね。はい、で、目をこっちに移すと、はい、これ
とこれとこの辺、それからこの辺にも一応トゲっぽいのが見えるんですけど、ちょっとこう顕著に出っ張ってはいないんですよね。で一応このここ分かりますかね、ここ分かりますかね、ここにちょっと大きい突起とその、流れのこちら側にも突起があるんですが、それが一番顕著に見えてるんですけど、こう非常にこう薄くて平たいんで、これこの後こうクリーニング進めるうちにこうね壊しちゃう可能性もあるんで、一応こっち削れた側この辺は一応、保護処理した上で、こちらの反対側の、クリーニングの方も進めてみたいと思います。はい、じゃあ一部にちょっとニスを塗って表面保護したんで、じゃあこっち側のクリーニングの方も進めていきたいと思います。はい、ちょっと無理しすぎましたね。ここに、切り突っ込んでグイッてやったらね、こうここまで割れちゃいましたね、これね。一旦これ外しちゃっても、お、外れた、お、お、多分これ裏側が見えるんでしょう。はい、ちょっと途中で折れちゃいましたけど、まあ、一応ここは分離することができました、ボガンの方から。はい、あとはこの辺にくっついてる細かいやつを剥がしていけば、まあ、こちら側はおおよそ、クリーニング終わりじゃないかと思うんですけど、まあ、あとはこの残ったところをきれいに剥がせればというところですね。はい、はい、残りのところが取れました。 あとはまあ綺麗にクリーニングして、元のやつとつなげたいと思います。はい、はい、というわけで折れちゃったところを、接着して、あとはまあおおよそお削れたかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこの突起がある側ですね、この辺ちょっと突起の感じが見えるんですけど、この辺りはちょっとなんか殻が剥がれちゃったのか、ちょっと、まあ、これ以上深く削っちゃうとね、ちょっと薄くなっていってしまうんですけど、ただこれもうちょっと削っても大丈夫かなっていう感じはあるんで、この下に殻があればいいんですけどね、まあ、そこはまあ、後でやっておきたいと思います。であとはですね、こっち側ですね、この、もう
突起のある方が見えてるやつをクリーニングしてこっちとくっつくのかどうかというところまでちょっとね、見ていきたいと思います。はい、じゃあこちらニス塗り終わりましたんでこっち側の方のクリーニング始めていきたいと思います。はい、じゃあこちら側なんですけど、まあ最初に言ったようにですね、まあこうカーブしてるとは思うんですけど、まあここに断面がありますからここで終わってるとは思うんですが、まあどこまで続いてるかわからないんで、まあこの辺は慎重にやっていきたいと思います。はい、ハイファントスラスとこうはっきり分かる方のクリーニングを始めたんですけど、まあ最初はこんくらい見えてて、でこっち側をクリーニングしたらまるでここでこうね、ここが終わりだって言わんばかりにこうすぼまってる感じで終わってるんで、こっから成長が始まったのかっていうと、でももうちょっとこれ先細くなっててもいいんじゃないのかって思うんですけど、まあその辺はちょっとよくわかんないんですけどね。ただこれ見る限りこっからこうずっとこう成長が始まったっていう感じに見えるんで、これがスタートっていうことなんですかね。でその化石を外した側を見るとまさしくここでこう来てここで終わってるように見えるんですよね。ただその先にちょっとここに、白いものがちらっと見えるかと思うんですけど、まあ、これも空っぽいようでなんかよくわからないんですけど、はい、ともかくこの先には続きがありませんでした。はい、まあとりあえずこれはこれで表面保護して、で元のやつこちらと多分まあ断面は綺麗につながってはいないと思うんですけど、多分これの続きであることは間違いないと思うんで、はい、まあ、くっつけられればくっつけたいと思いますね。はい、はい、というわけで何やかんやありまして、最終的にはこんな感じになりましたですね。でまあ、大きさでいきますと、まあ、スケールと並べましてこんな感じですね。はい、まあ湾曲はしてますけど横幅がまあ7センチくらいで、まあ、高さがまあ3センチくらいでしょうかね。はい、まあこれハイファントステラスは昨年の秋にも取れてるんですけども、まあ、その時はこの真ん中のあたりがね、粘土で補ってましたんで、まあ、これは全部化石になってますから、その分がちょっと大きい面が取れたのかなと思うんですけど、まあ、これハイファントセラスっていうのはこう、バネみたいな形のアンモナイトだったと考えられてるんですけど、まあ出てくる年代がですね、本来はアンモナイトセンターの地層総順よりもちょっと新しい年代からこう出てくるものみたいなんですけど、まあそれとまあ近い種類のハイファントセラスの個体なのかなと思いますよね。でまあハイファントセラスにもこう薪がこう詰まってる、まあ要するにバネがこう縮んでる状態のものから完全にこうビヨーンとこうバネがこう伸びきったみたいな感じのものにこう進化していったと言われてるんですけど、まあ、こちらはですね、その当然その、バネがこう詰まったもののやつよりも古い年代のものなんで、まあ、多分こう本来はこう、ま、こうバネがこう詰まったようなキュッと詰まったような個体だったんじゃないかと思うんですね。ただこの化石はもう完全にこう地層に入ってる段階でこう潰れたりこう変形したりしちゃってるんで、まあ本来の形はちょっと分かんないんですけど、まあ年代からいくとその
こう縮まった方の肺ファントセラスだったんじゃないかなと思いますね。はい、はい、というわけでまあまあ良きこういうアモネットの化石が取れました。はい、またですね、さらにいいのを狙って、掘っていきたいなと思っています。はい、というわけで最後までどうもご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画を再生している人からよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。